一世紀のパレスティナ・ユダヤ戦争は、帝政ローマ期の66年から73年まで、ローマ帝国とローマのユダヤ属州に住むユダヤ人との間で行われた戦争である。ヘロデ大王の死後、ユダヤ属州は、ローマの総督によって直轄されていたが、大王の孫であったアグリッパ一世は巧みに、ローマ側にすり寄って、41年にユダヤの統治を委ねられた。 このアグリッパ一世が44年に病死すると、再びユダヤ地方は、ローマの直轄地となった。当時のローマ帝国は、基本的に、非支配民族の文化を尊重し、統治者として、バランスの取れた、巧みな統治政策を示しているが、多神教文化であった、地中海世界の中で、一神教を奉ずるユダヤは特殊な文化を持った地域であったため、支配されていた。 ユダヤ人のローマへの反感は日増しに高まった。フラビウス・ヨセフスによると、ユダヤ戦争が勃発した発端は、カイサリアにおけるユダヤ人の殺害であったという。すなわち、当時のユダヤ属州総督フロルスが、エルサレムのインフラ整備のための資金として、神殿の宝物を持ち出したことにあったと言われている。これをきっかけに、エルサレムで過激派による暴動が起こった。 ユダヤ側の指導者は、シモンバル・ギオラ、ギスカラのヨハネ、エルアザル・ベン・シモンラと伝えられるが、いずれも強硬派、原理主義者に属した点も、事態過激化への呼び水となった。ローマ側は、暴動の死亡者の逮捕、処刑によって、事態を収拾しようとするが、逆に、反ローマの機運を全土に飛び火させてしまう。主導権争いと、仲間割れを繰り返し、意思統一ができていなかった。 ユダヤ人たちは反論まで結束し、イントン修行生活をしていたエッセネハム反乱に加わった。フロルスはシリア属州の総督が軍団を率いて鎮圧に向かうも反乱軍の前に敗れてしまう。事態を重く見たネローテイは将軍ウェスパシアヌスに参考軍団を与えて鎮圧に向かわせた。ウェスパシアヌスはムスコティトゥスラと共に出動すると、 エルサレムを攻略する前に、周辺の都市を落として孤立させようと考え、ユダヤの周辺都市を、かっこ撃破していった。こうしてウェスパシアヌスらは、ユダヤ軍を撃破しながら、サマリアやガリラヤを平定し、エルサレムを孤立させることに成功した。68年4月、ガリアルグドゥネンシス族総督であったガイウスユリウス、ウィンデクスによる反乱が発端となって、同年6月に、ネロが自殺。 69年には4人のローマ人が次々と皇帝に即位したほか、ゲルマニアでガイウス・ユリウス・キウイリスを首謀者とした反ローマの反乱が勃発する、と、ローマは大混乱に陥った。ウェスパシアヌスもエルサレム攻略を目前にして、ローマへ向かった。ローマ軍の司令官不在のまま、ユダヤ戦争は一旦、戦線膠着状態となった。69年12月に、 アウルス・ウィテリウスが殺害され、唯一のローマ皇帝として、ローマ帝国を掌握したウェスパシアヌスは、懸案のエルサレム陥落を目指して、ティトスを攻略に向かわせた。70年、ユダヤ人たちは、神殿やアントニウス要塞によって、頑強に抵抗したが、圧倒的なローマ軍の前に敗北し、エルサレム神殿は、ユダヤ歴、第6月8日、9日、 10日に火を放たれて炎上し、エルサレムは陥落した。エルサレムを舞台とした反乱は鎮圧され、ティトゥスはローマへと外旋した。この時作られたのが、フォロロマーノに今も残るティトゥスの外旋門である。そこには、エルサレム神殿の宝物を運ぶローマ兵の姿が刻まれている。マサダエルサレムは陥落したが、ギスカラのヨハネラ一握りのユダヤ人が、かつて、 ヘロデ大王の築いたヘロディオン、マカイロスやマサダといった各地のトリデに立てこもって抵抗を継続した。中でも約1000人のユダヤ人が牢上したマサダトリデの戦いは詳細な記録が残されている。マサダは切り立った岩山の上にあり、包囲したローマ軍団の指揮官、ルキウス・フラウイウス・シルバは力攻めは不可能と判断し、 周囲の弾劾を埋めて突入路を築く作戦を立てた。三年がかりで、鳥の絶壁が埋められ、完成目前となった突入路を見て、敗北を悟った、ユダヤ人集団は、ローマ軍の突入前夜に自ら集団自決して、玉砕した。73年の出来事とされるマッサダ観落で、ユダヤ戦争は終結した。この戦争を、第一次ユダヤ戦争と言い,い、 ハドリアヌステーキ聖火の132年から135年にかけて再び勃発したバルコクバを指導者とする反乱は第二次ユダヤ戦争と称される。この戦争以後エルサレムにローマの一個軍団が常駐することになった。ガリラヤ攻略戦でローマに投降したユダヤ側将校のフラウウユス・ヨセフスはこの戦争の経過を詳細に書き残した。これがユダヤ戦記である。 戦争の参加者自らの書いた一時資料として貴重な記録であるが伝わるはずのないマサダトリデの指導者の最後の演説などが含まれており、ヨセフスの主観や後世の脚色も多分に含まれているとされる。ありがとうございます。